20日火曜日午前11時を回りました。ミスチでタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業66年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算1+2+10+、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住もうすぐ9年の今日も明日もおそらく25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。せーのドッヒャ。ライチさん早いな、ありがとうございます。ありがとう。今日も1時間ゆたしくウニゲーサビラということで、早速ツイキャスからコメントいただきます。ライチさんアロハイサイ&ドッヒャいただきました。そしてカズマさんお茶ありがとうございます。昨日のさ、このカズマさん、昨日のツイッターのカナとのやり取りをね、ここで言わなくてもいいんで全然いいんですけども、いやね、カズマさん、私ね、カナに振られたんですよ。なので一人で飲みに行きました。一人で6時ぐらいまで飲んでました、今朝。ありえないですね、本当にね。ということで、そんなミッシーですけども、毎週火曜日のコーナー案内していただきます。毎週火曜日はジュンク堂書店那覇店週刊ランキング、ジュンク堂書店那覇店よりスタッフをお招きして、那覇店版と全国版のランキングを発表したいと思います。そして番組後半は、毎月第1、第3火曜日ですね、タカリンの火曜日の梅草、こちらもですね、昨年全国でも上映された映画、ガレッジセールのゴリさんが主演を演じました沖縄を変えた男の、作家さんでもあります、松永たかりんさんをお招きして、今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。楽しみにしていてください。皆様からのメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp。皆様から愛のあるメッセージをお待ちしています。俺はクチャ。沖縄の海底に数百万年かけて積み上がった貴重な泥だ。この優れた泥で君の頭皮の汚れをキャッチ。さらに沖縄の天然成分で潤い、張り、育毛促進するのが得意なんだ。これで君の傷んだ髪もサラサラだ。まずはトライアルセット1200円からスタート。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変。脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘です。肉い。もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。では早速最初のコーナーに行きたいと思います。ジュンク堂書店那覇店週刊ランキング。
純駆動那覇店より今話題の新刊ランキングを紹介します。3月19日月曜日発表の週刊ランキングトップ10を今日も純駆動那覇店の、雑誌担当尾崎ちゃんと一緒に、お届けしたいと思います。尾崎さんよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、毎月第1第3はですね、大作家先生をお呼びしております松永たかりんさんです。おはようございます。おはようございます。今日も元気がいいですね。たかりん、あのお久しぶりですね。1,2,3 週間ぶりですね。実は先々週の時に私がインフルエンザにかかってしまいまして、まるまるラジオ1週間休んだっていうことなんですよ。その時にね、たかりんさんにね目をかけましたけども、いえいえ、はい、ありがとうございます。おかげさまで、すっかり良くなりました。よかったですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はたかりんさんは1時間まるまるお付き合いいただければなと思っております。はい、では早速尾崎さん行きましょうか。はい、今回で2回目ですね。はい、はい、よろしくお願いします。では早速いきたいと思います。純駆動書店那覇店週刊ランキングトップ10です。第10位、マイケル・ウォルフ、炎と怒り、トランプ政権の内幕。第9位、今泉忠明、残念な生き物辞典。第8位、落合陽一、日本最高戦略。第7位、加藤昭彦、沖縄子どもの貧困白書。第6位、岩田修繕、エリア別だから流れがつながる世界史。第5位、池田隆正、図解モチベーション大百科。第4位、佐古忠彦、米軍が恐れた不屈の男、瀬長亀次郎の生涯。第3位、隅の夜、青くて痛くて脆い。第2位、牧田善治、医者が教える食事術。第1位、吉野源三郎、漫画君たちはどう生きるか。ということで3月19日発表の純駆動那覇店週刊ランキングトップ10でした。今回新しく入っているのがですね、6位、岩田修繕、エリア別だから流れがつながる世界史。そして、第5位はもともと入ってましたっけ、先週も。5位のモチベーション大百科。本見れます？本見てわかるかな。第5位の図解モチベーション大百科ですね。図解モチベーション大百科。入ってないかな。うわー、厳しいな、わかんないね。ちょっとね、お互い忘れてますね。入ってなかったかな。そしてですね、以上ですね。ちょっとごめんなさい、5位が入ってたか入ってないかわからないんですけども、今回新しく、ランクインしたのが6位の岩田修繕、エリア別だから流れがつながる世界史。あとですね、第9位の残念な生き物辞典なんですけど、これまた新しい、また復活ですね。またランクインしてますけども、本当にこれはたかりんどういう現象ですか。これはですね、インフルエンザが治ったからじゃないですか。面白いね、本当にね。何型だったのかな、 A なのかな、 B なのかな、インフルエンザのこれね、ね、本当にね、これによって順位も変わってきますもんね。 C 型なのかな、新しいかもしれないですね。なんででしょうね、残念な生き物辞典、昨年出してから本当にずっとランクインしてて、トップ10以内を。でそれで一旦秋ぐらいに一旦このランク外になったんですけど、また冬に向けてランクイン、那覇店ですよ、那覇店でランクインして、でずっと1月ぐらいまで入ってたんですけど、またパタッとランク外だったのに、また入ってきたっていう。ちょっとじゃあせっかくなんで尾崎さん、なんかめくって何か気になるものがあったら一つだけ紹介してもらってもいいですかね。なんか気になるのか、もしくはちょっとめくった時に見えたものでもいいですよ。はい、お願いします。じゃあ、おさがめは口の中がトゲだらけ。
おさがめが分かんないんですけど。おさがめが分かんないですね。カメですか。カメです。なんか口の中がトゲだらけみたいで食事のたびに疲れるらしいです、うん、疲れるで今この口の中に食事のたびに疲れるの、まあ、顎がちょっとあまり発達しないのかな。どういうことだろう。すごい噛むのかな。なんかカメ、うん、爬虫類の中でカメだけは歯が生えてないみたいで、うん、ああそうなんだ。その何ガメ。おさがめ。おさがめが。他のカメはなんかカメが多分なんかそこまでちゃんと書かれてないんですけど、うんうんうん、カメは歯が生えてないみたいで、うん、なるほどなるほど、うん、はいはい。そう言われてみたら確かにイメージがないですね。なんかカメだったら痛いイメージあるけど、うん、こう血だらけになるイメージではないかな。あーなるほど、トゲだらけなんだ、初めて知りましたありがとうございます。そして相変わらずですね、隅の夜、青くて痛くてボロい第3位に入っておりますが、タカリン、はい、久々に、ランキングを一緒にやってみて、なんか気になるのとかありますか。やっぱ隅野さんですね。ですよね。はい、出すたびに必ずトップ1になるっていう。もうね、隅野さんは、うん、もう特に今の僕には、あ、なるほど、 神様みたいな人ですね。なるほどなるほど。もう、もうこれ有名な話なんですけど、うん、どこ行っても編集者に跳ねられた。20日火曜日午前11時を回りました。ミスチテタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業66年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算1たす2たすジスタス、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住もうすぐ9年の今日も明日もおそらく25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。せーのドッヒャ。ライチさん早いな、ありがとうございます、ありがとう。今日も1時間ゆたしくウニゲーサビラということで、早速ツイキャスからコメントいただきます。ライチさんアロハイサイ&ドッヒャいただきました、そしてカズマさんお茶ありがとうございます昨日のさ、このカズマさん、昨日のツイッターのカナとのやり取りをね、ここで言わなくてもいいんで全然いいんですけども、いやね、カズマさん、私ね、カナに振られたんですよ。なので一人で飲みに行きました一人で6時ぐらいまで飲んでました今朝。ありえないですね、本当にね。ということで、そんなミッシーですけども、毎週火曜日のコーナー案内いきたいと思います。毎週火曜日はジュンク堂書店那覇店週刊ランキング、ジュンク堂書店那覇店よりスタッフをお招きして、那覇店版と全国版のランキングを発表したいと思います。そして番組後半は、毎月第1第3火曜日ですね、タカリンの火曜日の梅草、こちらもですね、昨年全国でも上映された映画、ガレッジセールのゴリさんが主演を演じました沖縄を変えた男の、作家さんでもあります、松永たかりんさんをお招きして、今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。楽しみにしていてください。
皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp 皆様から愛のあるメッセージをお待ちしてます。クチャ、沖縄の海底に数百万年かけて積み上がった貴重な泥だ。この優れた泥で君の頭皮の汚れをキャッチ、さらに沖縄の天然成分で潤い、張り、育毛促進するのが得意なんだ。これで君の傷んだ髪もサラサラだ。まずはトライアルセット1200円からスタート。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決定です。肉い、もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって、仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨みを引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。では早速最初のコーナーに行きたいと思います。純駆動書店那覇店週刊ランキング。純駆動那覇店より今話題の新刊ランキングを紹介します。3月19日月曜日発表の週刊ランキングトップ10を今日も純駆動那覇店の、雑誌担当尾崎ちゃんと一緒に、お届けしたいと思います。尾崎さんよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、毎月第1第3はですね、大作家先生をお呼びしております松永たかりんさんです。おはようございます。おはようございます。今日も元気がいいですね。たかりん、あのお久しぶりですね。1,2,3 週間ぶりですね。実は先々週の時に私がインフルエンザにかかってしまいまして、まるまるラジオ1週間休んだっていうことなんですよ。その時にね、たかりんさんにね目をかけましたけども、いえいえ、はい、ありがとうございます。おかげさまで、すっかり良くなりました。よかったですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はたかりんさんは1時間まるまるお付き合いいただければなと思っております。はい、では早速尾崎さん行きましょうか。はい、今回で2回目ですね。はい、はい、よろしくお願いします。では早速いきたいと思います。純駆動書店那覇店週刊ランキングトップ10です。第10位、マイケル・ウォルフ、炎と怒り、トランプ政権の内幕。第9位、今泉忠明、残念な生き物辞典。第8位、落合陽一、日本最高戦略。第7位、加藤昭彦、沖縄子どもの貧困白書。第6位、岩田修善、エリア別だから流れがつながる世界史。第5位、池田隆正、図解モチベーション大百科。第4位、佐古忠彦、米軍が恐れた不屈の男、瀬長亀次郎の生涯。第3位、隅の夜、青くて痛くて脆い。第2位、牧田善治、医者が教える食事術。
第1位吉野源三郎漫画君たちはどう生きるか。ということで10月あ間違えました3月19日発表の純駆動那覇店週間ランキングトップ10でした。今回新しく入っているのがですね6位岩田修善、エリア別だから流れがつながる世界史。そして、第5位はもともと入ってましたっけ、先週も5位のモチベーション大百科。本見れます、本見てわかるかな。第5位の図解モチベーション大百科ですね。図解モチベーション大百科、入ってないかな。うわ厳しいな、わかんないね。ちょっとね、お互い忘れてますね入ってなかったかな、そしてですね以上ですね。ちょっとごめんなさい、5位が入ってたか入ってないか分からないんですけども今回新しく、ランクインしたのが6位の岩田修善、エリア別だから流れがつながる世界史。あとですね、第9位の残念な生き物辞典なんですけど、これまた新しまた復活ですね。またランクインしてますけども、本当にこれはたかりどういう現象ですか。これはですね、インフルエンザが治ったからじゃないですか面白いね本当にね何型だったのかな、 A なのかな B なのかな、インフルエンザのこれねね、本当にね C も変わってきますもんね。 C 型なのかな、新しいかもしれないですね。なんででしょうね、残念な生き物辞典昨年出してから本当にずっとランクインしてて、トップ10以内を。でそれで一旦秋ぐらいに一旦このランク外になったんですけど、また冬に向けてランクイン、那覇店ですよ、那覇店でランクインして、でずっと1月ぐらいまで入ってたんですけど、またパタッとランク外だったのに、また入ってきたっていうちょっとじゃ あのせっかくなんで大関さん、なんかめくって何か気になるものがあったら一つだけ紹介してもらってもいいですかねなんか気になるのか、もしくはちょっとめくった時に 見えたものでもいいですよ。はい、お願いします。じゃあ、おさがめは口の中がトゲだらけ。おさがめがわかんないんですけど、おさがめがわかんないですね。カメですか。カメです。なんか口の中がトゲだらけみたいで、食事のたびに疲れるらしいです。疲れる？で今この口の中に食事のたびに疲れるの、まあ、顎がちょっとあまり発達しないのかな、どういうことだろう。すごい噛むのかな。なんかカメ、爬虫類の中でカメだけは歯が生えてないみたいで、ああそうなんだ。その何ガメ、オサガメ。オサガメが他のカメはなんかカメが多分なんかそこまでちゃんと書かれてないんですけど、カメは歯が生えてないみたいで、なるほどなるほど、はいはい、そう言われてみたら確かにイメージがないですね。なんかカメだったら痛いイメージあるけど、こう血だらけになるイメージではないかな。あなるほど、トゲだらけなんだ、初めて知りましたありがとうございます。そして相変わらずですね、隅の夜、青くて痛くてボロい第3位に入っておりますが、タカリン、はい、久々に、ランキングを一緒にやってみて、なんか気になるのとかありますか。やっぱ住野さんですね。ですよね、はい、出すたびに必ずトップ1になるっていう。もうね、住野さんは、もう特に今の僕には、あなるほど、神様みたいな人ですよね。なるほどなるほど。もう、もうこれ有名な話なんですけど、どこ行っても編集者に跳ねられたんですよこの人。どこ行っても、それは一番最初の作品ですか。一番最初の作品 で、はいはいはい、でしょうがないから、はい、ネットで連載をしたら、はい、爆発的ヒットの人。あもう本当ね、はい、全員クビですよ、そんな講談社奨励者。本当ですよね、名前が今ちらっと出ましたけどもいやでもなんか結局その上が求めてるそういう出版社の人が求めてるものと、世間の人たちが求めてるものが違うんでしょうね。もう固くなっちゃってるよね、出版社側が。もう、まあ、僕も編集者だったんですけど。そうですよ、本当に。そうなんですよ、小説と写真集に関しては、担当者のも好みなんですよ完全に。
あとのね、こういう企画は どういう企画、この辺の企画とかはどれこの辺の企画とかは、うんうん、割となんていうんでしょうか、その多感、うん、あの多様性とか、はい、多角性を持って、うん、判断できるんですけど、好みなんですよ。もうこの第1位の君たちはどう生きるかとかはもう本当に面白いか面白くないかっていう感じですけども、うん、他のはもう何好み、いや、その小説と小説と写真集はもう好みなんですよ、うんうん、その担当のへー、写真集は好みで分かりますよね。まあ、あのなんか最近すごく売れた方いるじゃないですか、あの、AKB でした、違います、一人の方が写真集にしては珍しく、白石、そうです、うん、はい、あの重版したっていう、そうそう、あのあれも好みなんですよ、もう好きか嫌い方 で、小説も実はす、うん、なんていうんですか、そのちゃんとみんな練ってやってるとは思うんですけど、はいはいはい、最終的には好みなんですよ、はい、なるほど、その担当の好きか嫌いかなんですよ、うんうん、もうね、そんなんで判断されたらね、はいはい病気になりますよ、女の大崎さん、あのですね、はい、タカリン実はですね、あの今年の夏に、はい、今回に夏にあの青春小説を書きまして、それを発売する予定だったんですけども、全没を旅に出ましたよ、その全没、はい、それ今旅の最中なんですよ、はい、それでちょっとそれも含めて、ちょっと怒りが何でしたっけなので、はい、住野さんは、はい、それでも実力っていうことですよね、うん、そうですよね、たかりも認める、いやすごいと思いますよ、うん、なるほど、神様っておっしゃってましたもんね。ちなみに青くて痛くて脆いは読めました？もちろん読んでないですよもちろんつきますからね、はい、読んでないに、はい、相変わらずでございますね、はい、ありがとうございます。尾崎さんは何かこのトップ10で気になるのとかありますか？はい、急に振りますよ。お、はい、これがあ、やはりお二人とも罪の夜の青くて痛くて脆い、まあ、素晴らしいですよね。私も前回のタイトルをすごくベタ褒めしたんですけども、これは、はい、すいません、はい、どうぞどうぞ。一番最初に出してた君の膵臓を食べたい、うんうん、がすごい面白かったので、はい、ちょっと読みたいなって思っています、うんうん、なるほど、まだ読んでないんですけど。あ、君の膵臓は読んだ、読みました。どうでした？なんかタイトルがすごいから、うん、本当にこうまだちょっとブレイクしてない時にこう教室とかで読んでたら、はいはい、すごいタイトルで読んでるけど、うん、大丈夫って言われて、めちゃくちゃでも感動していい話だよっていうのをいろんな人に押し進めました。なるほどなるほど。で第2弾ですよね、すみの夜さんの青くて痛くて脆い、もうこれから読むということで、はい、ね、楽しみですねまたこれ読みましたら、あのゲストに来た時にぜひちょっと感想を聞かせていただければと、はい、よろしくお願いしますということで、以上純駆動の発展、純駆動書店の発展の週刊ランキングトップ10でした。では続きまして、純駆動書店の全国版のランキングに行きたいと思います。全国版ランキングトップ10ですね。では行きます。第10位、田村光太郎、頭に来てもアホとは戦うな。第9位、ダン・ブラウン、オリジン・ゲ。第8位、これ何でしたっけ、何でしたっけ、どうせですね、私これびっくりしたんですけども、主人公がミッシーとまあ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 、はい、ありがとうございます、まあ、あのミッシーってダメですかね、あの、あ、ま、名前も全然いいですよ、全然いいですよ、なんか実在の名前の方が良くないですか、うん、でもミッシー、はい、全然いいですよ、全然いいですよ、ミッシーで構わないです、本当にも、はいはい、書いてて書いてて、はい、何ですか、あの音で聞くのと、はい、字と違うじゃないですか、また意味が、はい、あ、なるほどなるほど、書いててね、いいなと思ったんですよ、ミッシーって、はい、はいはい、なるほど、書いてというか文字にして、うんうんうん、ああなるほどね、カタカナでミッシーって書いてて、そうはい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 、割と、うん、いろんな風に取れるじゃないですか、この文字って、うん、へー、柔らかく見えるし、うんうん、ちょっとエッジが立ってるようにも見えるし、うんうん、うん、なるほどなるほど、だからいいなと思ったんですよ、うんうんうん、じゃあ主人公ミッシーで、ミッシー、うん、ここカッコヒロインとか書いてくれないのそれはね、まだほらありがとうございます。そして必ず決める内容なんですけども、まあ、まずあの出てくる出演者の名前、はい、好み役割、性格、これ思考形態、はい、思考形態って何ですか、ざっくりざっくりざっくり、だからその、うん、ネガティブだけど、うん、あ、一人一人のキャラクターってことですか、そうですそうですキャラクターの、はいはいはい、なるほどなるほど、
じゃあなるほど、これミスチーを決めるんですか。まずこれまずミスチーを決めれば、あーなるほど、主人公さえ決めてしまえば、今の必ず決める内容が名前好み役割性格思考形態を私で決めるってことね。ミスチーでまず、そうはいはいはい、やっとわかりました、失礼しました。あ、わかりました、やっとわかりました、はい、すいません、すいません、説明不足で。え、じゃあ名前はミスチーでいいんですよね。名前ミスチーでいいですね。これ何、フルネームとか作ってくれないの、むしろニックネームがミスチーなのか、それでも本当にミスチーでしか登場しないのかっていう、どっちがいいですかね。あ、いや、わかんないですなんかよく小説でも何でもいいんですけども、アニメでも漫画でもいいんですけども、うん、このフルネームいない人いるじゃないですか。いますね、うんうん、います、よくいます、よくいますよね。そう考えるとそれでもいいのかなと思いますけども、フルネームにしますか。フルネームにしますか。フルネームにしてミスチーって呼ばせましょうか、うん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 、の方がいいですね。じゃあ長谷川美鈴でいいですか。長谷川美鈴で普通にいいですよ。あ、はい、わかりました、ありがとうございます、うん、じゃあ名前は長谷川美鈴で、ニックネームがミスチーで、ミスチーで、はい、ありがとうございます。そして次いきましょう。次が好みなんですけども、これは何の好みですか。趣味趣向ですね。趣味趣向、これね意外と大事なんですよ。それは私が今、私現在、私自身ですか、それとも考えていくんですか。考えていくんですよ、これ。なるほど、何がいいですか。私自身は何ですか。私絵描くの好きなんですよ。あ、そうそう、そう言いましょう本当に絵描くの好きなんですか。私絵すごく好きですね。絵描くの好きだし、あの見るのも好き、見るのも好きなんですよ。まあ、そうですよね、絵描くの人はね、うん、そうです、そうです。あの神奈川にいる時は月1ぐらいで上野美術館とかもよく行ってて。あ、マジですか。しょっちゅう行ってましたね。あ、そこ行きました。世田谷美術館も。世田谷美術館行ってないですね。すごいでっかいとこね、うん、行きたいんですけども、はい、うん、まだ行ったことないです。いつだすかね。あの特別展とかやってます。この何が来たことありますか、世田谷美術館って過去に。いっぱい来てますよ。そうですよね、ゴーギャンとかいっぱい来てますよ。あ、なるほどなるほど、ゴーギャンめっちゃ見たい。いっぱい来てますね、うん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 、なんかね、あの6メーターみたいな建物で、はい、すごい広大な敷地なんですよ、世田谷美術館。あ、行きたいですね、世田谷。上野とはまた違った、はい、感じなんですよ、うんうん、はい、あの世田谷美術館ってそのためだけに作られたじゃないですか。よく知ってるじゃないですか上野は、はい、上野公園の中にあるじゃないですか。まあなんかね、いろいろありますけども、私今でも浦添美術館でミュシャ展やってますよ。ミュシャ展、ミュシャ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 で、ミュシャですよね。あれ浦添美術館ですよね。浦添美術館でミュシャあれ僕この日曜日行ったんですけどね。あ、あ、浦添美術館じゃねえや、天むす、あのその隣に行ったんだ。どこ、宜野湾。あ、じゃあその浦添美術館の隣のホール。あ、隣、あ、隣のホール、今浦添美術館でミュシャ展やってますよ、アールヌーボーの。あ、そうっすか、うん、あ、ミュシャ自体わかります。名前しかわかんないですね。ね、こういう感じのやつ。あ、はいはいはい、アールヌーボーです。ミュシャね、はい、ミュシャです。はいはいはい、はい、ね、多分あの皆さんわかんなかったらミュシャで検索してみてください。カタカナでミュシャって言ったら、このアールヌーボーの女性をよく描きますよね。はいはいはい、アールヌーボーの代表ですね。代表ですよね、うんうんうん、ちょっと独特な雰囲気の。なるほど、はいはい、これ今やってるんですよ。じゃあ絵が好きと、まあ絵画ですよね。絵画好きです、もう本当に。暇さえあれば行きたいですね、あの国立、あ、なんだっけ、沖縄県立博物館。はい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 。え、音楽も好きですか。音楽も好きです、音楽も好きです。そこはやっぱりリンクします。ご自分の中でしないですね。あ、リンクしない。しないですね。もう別物。そうですね。あ、なるほど、まあ、私、どういうことですか。いや、うん、あ、すみませんね、今ちょっと質問みたいな感じで。あ、出てる、出てる、はい、うん、いや、要はその、うん、アーティストの感覚だから、うん、はい、まあ、音楽、絵も、違います。それを言うんだったら、私ちょっと一つ言っていいですか、はい、料理とか、はい、絵って私一緒だと思うんですよ。盛り付けるって意味で、絵ってこの紙の上に、まあどこでもいいですよ、壁でも何でもいいですけど、そこに盛り付けるじゃないですか。とか、あとはフラワーアレンジとか、はい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 、あと料理とかの最終的な何かのところに盛り付けるっていうのは全部同じだと思ってるんですよ。ね、はいはいはい、だから料理人の人って絶対にフラワーアレンジも得意だしって思うんですよ。いや、リンクしないだけで、なるほど、なるほど、リンクしないだけで、例えばじゃあ花がかすみ草とか葉っぱがあるじゃないですか、はい、それをネギだと例えればいいんですよね、はいはいはい、そうするとすごく盛り付け方が分かるんじゃないかなっていうふうに。何かの上に描写を移すっていうのがこの絵画、絵とフラワーアレンジメントと料理、特に料理と絵っていうのはすごくリンクすると思いますね。なるほどね、はい、そうです
だからそれお皿に盛り付けられた料理を見て私絵だと思うんですよ。わあすごい綺麗な絵だなっていう風に。はい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 、はいね、まあ実際にそうですね、それを絵に描いてもいいですしね。なるほどね、うんうんうん、まあ、僕らの世界でいうとあれみたいなもんですよね、はい、デザイナーさんの部屋が、はい、とてつもなくやっぱおしゃれだっていうのと同じですよね。あそれはやっぱり、うん、あの仕事からそれもデザインなんで、お部屋をあれレイアウトすることもデザインなんで、お部屋が汚いデザイナーは、うん、日流のデザイナーは一人もいない。ああなるほど、うん、はい、デザイナーって何のデザイナーですか。洋服でも何でも、洋服でも何でも、建築でも何でも、何でも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 、はいはい、そうですね、お家でも大事ですもんね。まあ、今はデザイナーとしてのカテゴリーで言っただけですね。あ、なるほど、はい、うん、はい、そのどうですか、あの絵が好きです。絵を描くのも好きだし、絵ですね。もうちょっといいですか、聞いて。はい、はい、もちろんです。音楽も好き。音楽も好きですね。なるほど、あ、分かった、リンクしました。私、うん、音楽好きなんですけども、うん、例えばじゃあまあ、あの有名、お邦楽で有名なところとか、うん、ビーズとか、うん、ドリカムとか、うん、ミスチルとか、うん、サザンって言うじゃないですか、うん、私このアーティストさんが好きっていうのがなくて、うん、このアーティストさんのこの曲が好きってなるんですよ。だから誰が好きですかって言われた時に誰ってアーティストは答えられない。この曲が好きですっていうふうに答えるんですけど、その曲が好きになったきっかけが最近分かったんですよ。何ですか。先に PV を見てるんですよ、プロモーションビデオ。 目から入るってことですか。目から入ってます、先に。なるほどね、なるほどなるほどなるほど、なるほど、はいはいはい、はい、最近それで、あれです。なるほど、G ドラゴンがいるとこどこでしたっけ。 K-POP の、はい、東方神起じゃなくてビッグバン、はい、ビッグバン友達が大好き で、はい、で私がたまたまどっかの、居酒屋に行ったら、ビッグバンの曲の1曲が、はい、PV がずっと延々とかかってたんですよ、はい、それを見て、あ、この PV かっこいいなと思って、で、はい、一緒にいた友達に K-POP 好きだったので、これなんていう人、はい、って言ったらビッグバンの G ドラゴンのピタカゲっていう曲だよって言って、でもしこれが好きになったんならビッグバンのコンサートとか一緒に行こうって言ったんですけど、私、はい、ピタカゲの曲だけを延々と聴いてたんですよ。なるほど、そうそうです、あの PV を先に見て頭の中でイメージしながら曲を聴くのがすごく好きなんですよ。はい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 、だからピタカゲがすごく好きだって言ったら、あ、じゃあ他の G ドラゴンの曲わかるって、いやもう全然わかんないっつってそう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 、でも思いました。うん、あの画家さんで好きな人はいるんですよね。もちろんです、ですよね、本当に、はい、もちろんです。はいはい、ね、誰でしたっけねいつも思い出せないんですよ、まあ、いろいろあるよね、はい、いろいろいますよね、はい、まあミュージャンも好きですけども、さっきのゴーギャンも好きですよ。ゴーギャンでした。ゴーギャンのあれですよ、もうすごいあれですよ、ね、もう荒々しい、そうそう荒々しいですよね、うん、あのね、ゴッホとかあのゴーギャン系はあの知らない世界なので一応見に行くんですけども、はい、タッチとしてはそんなに、あんま好きじゃないでしょ、さすがですね、うん、私ね、いつも思い出せないんですよ、好きな作家さんが、好きな画家さんいるんですけども、はい、ね、出身がオランダオランダオランダの、なんでそれだけ覚えてて、オランダの有名な画家さん、ね、フェルメール、あー、フェルメールじゃない、もうごめんなさい間違えました、レンブラントです。レンブラントの家がありますよね、オランダにね。ありますあります。レンブラントのタッチがすごく好きで、私僕これ、はい、何でしょう。オランダよく行ってましたけど、マジで、はい、何しに、タバコを吸いにね、はい、タバコを吸いに、さすがかっこいいです、はい、タバコだけじゃないでしょオランダそこら辺大丈夫ですかね。オランダ用のタバコを吸いによく行ってたんですけど、なるほどなるほど、はい、オランダ用の、そうなんですよ、レンブラントの家もありますし、もしかして見に行きました。はい、あそこオランダはね、ゴッホ美術館があるんですよ。あ、はい、ゴッホもありますよね、はい、わ、はい、かります。そこの中にこの マイク通してください、ね、そう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 、はい、何ですか。でね、レンブラントの、うんうん、家はね、確かね、アンネ・フランクの家の近くだったんですよ。あ、そうそう、近いです、確か、そうそうそう、うん、アンネ・フランク行きました。行った、レンブラントは行ったの。行った、だってそこを通ってあれですもん、あのレンブラントの家にそのあの行って、あの、うん、ゴッホ美術館に行くっていうのが、そうなんだ、まあ、定番な、なるほどなるほど、うん、上野公園じゃないけども、まあ、この、ね、敷地内っていうか、なんか集まってるんだ。そう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 、そんな感じで、すごいですよ。もうすごい、一日行っても全然飽きないですよね。それどこですか、その敷地内ですか。敷地内のその、あ、私ね、レンブラント大好きなんですし、宗教画がすごく好きですね。あ、なるほどね、はい、なるほどね、あのこの聖書とかにのっとったこの絵がすごく好きで、なるほどね、うーん、今、はい、この中でこの今の会話だけでも、はい、かなり
膨らみましたよ。そうですよね、情報がかなり集まったと思うんですけども、今ちょっと言っていいですか。あ、はい、あります。主人公ミスチーは、はい、絵が好きだと、とにかく、はい、見るのも描くのも、はい、で音楽も好きだけど、はい、音楽が好きなのはまず PV から入ると。そうですそうです、はい、まあ、要は視覚から入るってことですよね。そうです、はい。そんなミスチーが、はい、ラジオをやると、いや、ラジオをやってると面白いですよね。わー、本当だ。面白いですよね、うん、わー、本当だ。そういうことですよ。よく気づいた、すごい。いや、こうやってキャラクターを設定していくわけですよ。なるほど。要は音楽は、あ、音楽じゃない、ラジオは、うん、まあ、声だけで表現するわけですよね。はい、そうです、そうです、はい、視覚じゃないですよね、聴覚ですよね、うんうん、ごもっともです。なぜミスチーはそこに行ったかですよ。あの、多分私1年 やらせてもらってて、毎日を、はい、あのちょっとだけ今タカリンの質問に対して少しだけ答えられるとしたら、答えられるとしたら、多分言葉だけで相手にイメージさせられるような言葉を発したい。私が頭の中にイメージしているものを言葉で、あの、みんなにイメージしてもらいたいですよ。多分それを、でも視覚じゃないですよね。 でもそれがイメージが、リスナーさんがイメージが膨らんだら、それってこの視覚になるじゃないですか。まあ、そうですね。目では見ていないけども、頭の中のイメージを見てますよね。ほう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 。それをイメージさせたいです。ああ。何ですか。私が言った言葉に対してイメージをしてもらいたいですね。私が思い描いているものを。なるほどね。はいはいはい。なるほどなるほど。ちょっと思いついたけど。はい、お願いします。ちょっと言わないですよ今。なだだちょっとだって、意味がわからないと思いますもん。あ、なるほど。いや、うん、だから、うん、こうやってやってるじゃないですか、はいはい、今小説の話ですよ。小説の話ですね、はい、うん、で、言ってることでイメージさせたいわけですよね。はい、はい、はい、そうですね、はい、リスナーにね、はい、でそのリスナーがイメージしたものを、はい、キャッチするんですよ、どっかで。なるほど。今大雑把に言ったんですよ、今、はい、そのキャッチする時の描写と、なぜをキャッチしてからどうするかっていうのを、はい、ストーリー仕立てにしなきゃいけないですね。あ、なるほどなるほど、うん、こっから先ってことですね、うん、はい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 。ちょっとニューガンダムのニュータイプみたいな感じなんですけど、全然わかんないんですけど、はい、ガンダムのニュータイプ全然わかんないですね。本当にね。でも、うんうん、あ、でもいいや、それで、うん、ツイキャスで、はい、ライチさんでもいいや、ライチさんが、はい、書くわけですよ、こうやって今ミスチーさんのなんかこれで、はいはいはい、でもこんな想像しましたみたいなのが、はい、見たときに、うん、あれみたいな、私もそうやって思って喋ってたのにみたいな。おお、なるほどなるほど、はい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 、うん、わかりますわかります、うん、うんうんうん、なるほどなるほど。でだんだんリンクしてるんですよ。はい、だから私打ち合わせ云々、ちょっとごめんなさい、また話戻っていいですか。戻りましょう。あの私がこのイメージしたものを言葉にする、それでラジオで伝えるじゃないですか、はい、だから あんまり打ち合わせしないじゃないですか。あの打ち合わせして文章として、あの何か入ってしまうとイメージができないんですよ。なるほどね。そう、私多分あのものすごいインプットもアウトプットもし右脳派なんですよ。なるほどなるほど。なので、な、何か打ち合わせをした時って、イメージ一つの絵としてなるんですよ、打ち合わせが。はい。打ち合わせが箇条書きの文章ではなく、例えば一つの部屋があったら、部屋の中にこれとこれとこれとこれみたいな感じで、絵として打ち合わせが残りますね、イメージとして。ね、ミシェルさん、写真も撮るの好き？すごい好きです、やっぱり。はいはいはい、うん、人にいかにうまくこの景色を伝えられるかとか、この料理をいかにうまく、美味しいって思ってくれるかっていう考えながら撮りますね。ただ撮るではなくて、いや別に決してうまくはないんですけども、いやいやいや、うん、いや僕なぜこの質問したかっていうと、はいはい、今のミスチーさんのその要はデータを入れたくないってことですよね。そう、入れたくない。それね、カメラマンさんもよく言うんですよ。まあ、全員じゃないんですけど、うん、はい、要は例えば、うん、一郎を撮ってくださいっつって、はい、一郎知らないカメラマンさん、まあちょっと一郎じゃおかしいか、あ、いや全然いいですよ、まあ、うん、うん、違います、うん、で一郎知らないカメラマンさんもいるわけですよ、もちろん、はい、そうですね、うん、でも僕は編集者として一郎の資料を渡しても、はいはい、いらないっていうんですよ。ああ、わかります。要は、うん、もう そういうもう、うん、あの色眼鏡で見ちゃいますよね、うん、見ちゃうから、うん、で自分で勝手にそれをデータを持ってしまうと、うん、頭の中で構築しちゃうから、はいはい、すげえ、うん、それがいらないと、うん、もうそのままでいきたいっていうのを、はいはいはい、この間言われて、うんうん、なるほどなと。私仕事夜水商売じゃないですか、はい、それもお客さんから
名刺を私から言わないんですよ、ちょうどくださいって、はいはいはい、例えばもしかしたらものすごい 大きいところの企業の大社長かもしれないですか。そうなった時に同じ目線で見れる自信がないんですよ自分で。いやソニーの社長が来ますとか言ったら同じに扱えるかどうか自分の中で分かんないわけ。いや多分扱えますよ、まあうん、でもなんかそういう風になった時が嫌なので、ね、全員この平等に扱えるようにあんまりこのどこで働いてるのとか何の仕事してるのとかって一切聞かないですね。なるほどなるほど。そうそうです、はい。でも大体分かるじゃないですか。まあまあもちろんです、はい、大体分かりますね。多分偉い人だなみたいなもちろんですもちろんです本当にもうんうん、そうですね。そうそう、データとしてデータを入れたくない、いいですね。なるほどね。そうなんですよ、はい。そっか、うん、だから面白い。絵描きさんも同じなんだろうな、カメラマンも絵描きさんも。そうだと思います。一枚のフレームに収めるってことは、うん、なるほどね。だから多分この料理の盛り付けも独創的な人すごく多いですよね。同じにしないじゃないですか、はい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 、同じパスタとかでも、はい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 、だから多分データとして入れたくないんですよね基本を。まあ基本があっての自分なりのアレンジが面白くなってきたかなと思いますけども。だからさっき言ったようにこう建物にこだわってる人はやっぱり料理のこの盛り付けもすごい、味ももちろんこだわってますし盛り付けもすごくこだわってますね、お皿とかも。そこがすごく楽しいですよね。え、そんなミッシーが、うん、はい、そんなミッシーが、はい、恋愛に対しての データはいるんでしょ。うん、もう一回ですか。恋愛に対してはデータがどんどん欲しいわけでしょまあ誰でもそうだけど、私恋愛に関してもデータないですね。いはい、例えばどういうことですか。今何の仕事してるのかとか。あ、そう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 。どこに住んでんのとか。あ、どこ出身とか。ああ、それね、大事なんですよね。だから私多分ダメなんだはず一切聞かないです私。いや、もっと例えばじゃあ気になるから一緒にこのご飯食べ行ってるとかするわけじゃないですか、はいはいはい、このデートしたりとかっていう、はい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 、その時に私全然質問しないんですよ。え、どうするんですか。聞くばっかなんですか。え、違う普通の日常会話します。あ、もしくはそういうことか。そうですそうです、私から質問することはないです、ね、なるほどね、うんうんうん、向こうの質問に対してはこの結構答えるんですけども、はい、なんか例えばじゃあ昨日何やってたのっていうふうに聞かれた時に何々やってたよって、はい、じゃあタカリンは何やってたのっていう返しをしないです一切あ、そうそうです、はい、なんか全然いらないですね。今の方がいいです、今一緒にいるじゃんっていう。じゃあ、え、明日何するのっていう質問するわけじゃん。うんうん、しないです。あ、今のことを聞きたい、今を知りたい。そうそう、知りたいっていうか今一緒にいるから別にいいんじゃないっていう風に。でもただじゃあだからミスズはダメだって言われるんですけども、でじゃあ将来じゃあもしかしたら結婚する可能性もあるかもしれない、もしかしたら付き合うかもしれないってなった時に職業とかこのいろいろ何曜日休みなのか分かってないと付き合いざ付き合った時に全然この会う機会がないとかってなるじゃんって言われたんですよ。あ、なるほどと思ってでも今の考え方は、うん、ラジオのディスクジョッキー、うん、ちょっと古い言い方ですけど、うん、合ってますよ合ってますよね。え、どういうことどういうこと。だって今じゃないですか今。あー、なるほど、うん、なるほど、はい、だから、はい、すごいリンクするなと思ったんですけど。あー、なるほどなるほど、うん、そういうことですね。もうちょっと聞いていいですか。はい、もちろんです。絵を描くときは、はい、あ、何描くんですか。風景画なんですか。あ、もう風景画も好きですね。でもどっちかというと人物画がすごく好きです。はい、タカリンの今何でしたっけ。はい、はい、顔の、はい、顔の何ていうんですか、そういうのフォルム。うん、違います。この人の絵を描くとき何絵って言うんですか。自画像じゃなくて、自画像でいいのかな。自画像でいいんですか。タカリンの自画像を描くとしたら、はい、これパパパパパって描きますよ。それは今、うん、今その目の前にいるその人の自画像を描きたいから。あ、そう、目の前にいないと描けないです。ほら、もっとなんかちょっと僕、うん、あんまりよくわかんないですけど、うんうんうん、もっとその心の中まで描きたいみたいな。あ、それないですね。それないですか。そこまで私うまくもないですし、うまい下手じゃないと思いますよ、これ。意識をだけ僕今聞きたいんですよ。でも意識、うん、顔を描いていれば、うん、その人のその内面も出てくると思うんですよ。なるほどね、なるほどなるほど、輪郭とか多分描いていると出てくると思うんですよね。うん、面白いないや、すごいとこに質問が面白いです。いや、だいぶ面白くなってました。ありがとうございます、うん、はい、なるほどね、ちょっとそんな感じですか ね、はい、こうやってね、はいはい、あれなんですよ、ストーリーっていうかキャラクターができてくると、はい、話が、うん、いろいろ展開ができるじゃないですか、うん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 、
分かりました今。はい、分かります、はい、私でもタカリンが例えばこの前回沖縄を変えた男でこの監督の監督あ監督ね、はいはい、何監督でしたっけ、蔡監督にこういう風に質問したんだろうなっていうのをちょっと感じました。違いました全然。そうですね、うん、タカリンの突っ込み方がものすごい斜め上から来ますよね。しかもギザギザで来るあんまり僕でも突っ込まないですよ。基本的にはフリートークで話させて、なるほどなるほど、分からなかったところをちょっと、うん、基本的に自由に気持ちよくさせる。なるほどなるほど、うんうん、まあ、今はやっぱ小説を書くために、なるほど、うん、キャラクター設定するために今割と突っ込んで、うん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 、あ、なるほどなるほど、うん、そっか、今までは小説じゃなかったですもんね。そう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 なんですよ。はい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 、なるほどねいや、こんだけでもでかいですね、はい、お、今の情報だけでもってことですか。だって書くですもん。え、核じゃないですか。核、うん、核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 ってあれですよ、核爆弾の核ね。あ、はいはいはい、うんうんうん、はい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 、うん、そうですね、ま、マントでしたっけ、核ですよね。マント、そうそう、ま、うんうん、核ですよね、うんうんうん、うん、はい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 、要は復唱しますが、はい、絵描きが好きな、いや、絵を描くのが好き、好きな、絵を見るのも好き、見るのも好き、うん、な、視覚から入る、視覚から入る、うん、音楽も視覚から入る、うん、そう、びっくりしました自分で、うん、ミッシーが、うん、ラジオで喋る、うんうん、お知り合いですか。はい、森高さんお疲れ様です。ゲイなんですけどね、あの、はい、そういいの言わなくても、はい、で、そんなミスチーが、はい、ラジオでですね、はい、あの視覚ではなく言葉で、言葉で、うん、ましては、まあ、今はガラス張りだから見られるかもしれませんが、はいはい、基本的には見られない空間で言葉だけでイメージさせたい。はい、そうです。そこに何があるかですよそこに、なるほどなるほど、そこに、はい、過去も何かがあるわけですよ。なるほど、あ、なるほど、へえ、面白い、さすがですね。だって、だって普通やらないじゃないですか、うん、絵描く人が言葉で何かを発したいって。そうですね、音楽はあると思うんですよ。あー、なるほど、うん、文章ですもんね、音楽は、うん、うんうんうん、絵を描く人って多分話したいと思わないと思うんですよ、うん、なるほどと思いませんか。そうですね、あんまりなんか一人で黙々と描いてるってイメージがありますね。ですよね、うんうん、確かに。ちょっとね、タカリン、もう終わりか、時間もあっという間なんですよ、もう終わりかってありがとうございます。ツイキャスから、ラッチャーさん、ありがとうございます。北海道から姉さんと引き合いいただきました。ライチさん、ミスチーさん、片手にビールなイメージが強いっす。もうその通りですね。ですね、ラジオは想像ですって某 FM のパーソナリティが言ってたっていう、やっぱ想像なんですね。 なるほどね。ありがとうございます。ということで、ラッチャーさんもお茶いただきました、ありがとうございます。タカリン、はい、今日は1時間お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございました。次回はですね、4月の3日です。3日です。ですね、4月の3日よろしくお願いします。じゃあこれをまとめて、はい、持ってきます。お願いします、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、ミッチーとタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、水曜日午前11時にお会いしましょう。またん、あちゃーやーたい。かりに少し喋りましょうか。2分ほどですね、なっちゃんさん、今日ごめんなさいね、部分天気予報、あ、多分ね、そうです、はい、そのあれは使えないですね。あ、そうかそうか、はいはい、ありがとうございます。ツイキャスの調子が悪かった、今も聞こえないかな、もしかして無音かな、なんかね、ちょっとね、調子が悪くて、パソコンの一旦ツイキャスもユーストも切ったんですよ。その時にちょっとなんか起きたかもしれないですね。なんかタカリン、今日はありました、収穫っていうか。いや、とってもありました。お、よかったです、ありがとうございます。そうですよ、根本的な話ですけど、うん、これ題材良かったですね。おお、なるほど、うん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 、うん、でも恋愛小説って考えてるのタカリンですよ。まあ恋愛小説はそうですけど、うんうんうん、とこのラジオ、うん、あ、なるほど、そうそう、だって文字なのに音で、うん、音の話じゃないですか。そうですね、はい、うん、なのに、うん、絵が好きってことですね。そう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 、だからいいなと思って。全く別ですもん ね, ね、今軸が3つできたから、すごい面白いなと思った。軸が3つできた、うん、すげえな。これ企画多分通りますよ、これ普通にプロット書いたらなるほど、うん、これでも権限はタカリにありますからね。一応純駆動に発売する予定ですけども。いや、これいいな、あざーす、よかったです、ね、本当にも。なるほどね、今日はですね、ツイキャスからですね、ライチドヒア、カンパチドヒア、ラッチャンドヒアいただきました、ありがとうございます。あ、なんか曲調も終わった方がいいですか。まだ大丈夫です、ありがとうございます。
想像ね、そう想像すごいですよね。想像か、想像だね。そうなんですよ、言葉でいかに伝えられるかみたいな感じのなんですけども、どうなんですか、だってもうそれって同じ小説か、はい、小説書くときもそうじゃないですか、想像してそれを言葉に伝えなくちゃいけないじゃないですか。まあ、そうですよね、文章化するって、文章化するってそうですよね、うん、そうですね、スイッチ触りますだと思うんですけども、はい、はい、その時はどうしてるんですか、頭に中にイメージしたものを文章とするの、それとももともと最初から頭の中って文章ですか。いや僕は、キャラクターを作って、出た出た、そいつをずっと想像してると、勝手に動き出すんですよ。やっぱりね、これよくあるパターンだよね、でそれを書く、書いてるだけですね、なるほどね、そのキャラクター付けっていうのはなんかモデルさんとかいるんですか。まあモデルさんをキャラクターした方が早いですね、そうだよね、動きやすいんで、確かに。そうすると今回ミッシーがモデル、そうだから、そう動きやすいんですよ、自分の中で、確かに、直しなんて後でいくらでも直しはいいだけなんですから、なるほどね、おそうかそうか、はい、わかりました。なるほどね、そう、最近私その曲が好きな理由が自分で分かったの、ここ半年ぐらい前に。なるほどね、面白いですね、結局やっぱりじゃあ視覚が強いんですかね。そう、大好きですっていうことなんですね、視覚大好きですね。なんか右脳と左脳の判断って簡単にできるんですけど、インプットアウトプットの、あ、そうなんですか。そうそうそう、それで私やった時にあのインプットもアウトプットも右脳だったんですよ。そうなんですか。右脳派だったんですよ。そう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 。ちなみにちょっとこうやって組んでもらっていいですか、タカリン。ああ、はい。あ、知ってます、なんか聞いたことあります。ですね、親指どっちですっけ。インプットがタカリン、左脳ですかね。ちょっと腕組んでもらっていいですか。アウトプットが右脳ですかね。あ、一緒ですね。アウトプットが右脳、曲調も右脳ですね。一緒ですよね。これやったことあります？右脳右脳ですね。右脳右脳。曲調もインプットもアウトプットも右脳右脳です。あれ、曲調もう一回これやってください。下が。タカリンは左手の親指が下になっているので、左脳、インプットが左脳ですね。で、体に密着、腕を組んだ時に体に密着してる方がほら左腕なので、あ、そういうことなんですか。密着してる方がアウトプットが、右脳ですね。特に左脳右脳です。それどういうことなんですか。私が右脳でアウトプットするじゃないですか、タカリンはインプットが左脳なのね。だから私が一生懸命いくら手振り身振りやっても全然わかんないんですよ。全然わかんないですね。そう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 。でもタカリンはアウトプットが右脳じゃないですか、はい、私インプットが右脳なのでめちゃくちゃ合う、はい、あ、そういうことか。そう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 。なるほどね。でも左脳と右脳がまた一緒なのも面白いんですよ。難しい話ですね。何言ってんの、全然難しくないよ本当に。もう面白いですよこれ、いろいろわかると。なるほどね。はいはい。あ、びっくりした。はい。言いそうなことを。はい。なんか今セバスチャンが質問してますけども、局長が。なんか役者ってそのキャラになりきるじゃないですか。そういうことではないんですか。俯瞰で見てる感じなんですか。あ、そうそうそう。ああ、こいつ言いそうだな、こういうことみたいな。そうですそうです、俯瞰で見て、同時にもういくつの登場人物を見ないといけないから入り込まないようにする。アスリートでいう象みたいに入るとかあるんですけど、お疲れさん、ちょっと終わりましょうかね、ちょっと待って、もう終わります、会話